こんにちは、おじこです。今回はこんな感じでオレンジをメインに使ったナチュラルメイクをしてみました。いつもみたいにゴリゴリに盛るというのではなくて、ヘルシーな健康的なイメージを目指しました。ぜひ最後までお楽しみください。それではメイクを始めます。ワンデーアキュビューディファインのラディアントスイートをつけます。裸眼をそのまま拡大したようなナチュラルなデザインです。続いてベースメイクに入ります。今回はファンデーションを使わずに化粧下地、コンシーラー、フェイスパウダーで軽めに仕上げたいと思います。下地はセザンヌの UV ウルトラフィットベースを使います。私はくすみが気になるので01番ライトブルーを使います。こちらを顔の中心から伸ばしていきます。そうしたらスポンジでなじませます。こちらはダイソーのものです。続いてザセムのチップコンシーラーを使います。まず少し明るめの 1.25 番で目の下のクマをカバーします。ハイライト効果を期待して肌の色よりも少し明るい 1.25 番を使いました。そうしましたらまたザセムのコンシーラーの今度は肌の色に合っている 1.5 番を使います。こちらでニキビ跡や小鼻の横の黒ずみをカバーしていきます。それから口角が上がって見えるように口角にも少しコンシーラーを塗ります。そうしましたらベースメイクの仕上げに AC ワンダーコレクトパウダーのライトベージュを使います。サンリオコラボのクロミちゃんの可愛いデザインです。今回はフェイスパウダーをパウダーファンデーション代わりに使いたいので、こういったプレストタイプの固められたものよりもこういったルースタイプの粉状のものの方がたくさん粉をのせられると思うので、今回はこちらを使います。こちらも顔の中心からのせていきます。お粉を全体のせたらこういったブラシで余分な粉を落とします。こちらはエルフのフェイスブラシです。軽く手でなじませて、これでベースメイクは完了です。続いてアイメイクに入ります。マリブビューティーシングルアイシャドウのヌーディーベージュをアイホール全体に塗ります。続いてエチュードハウスの Look at my eyes の OR208 番を使います。今回はあまりやってないことに挑戦したいなと思ったので、ブラシを使ってアイメイクしたいと思います。ブラシでアイホールの半分くらいまで塗ります。少し小さめのブラシで下まぶたにも同じ色をのせます。ブラシだと欲しい色が出なかったので上まぶただけ指でさらに重ね塗りしました。そうしましたら同じくエチュードハウスの Look at my eyes OR203 番を使います。こちらを指で上まぶたの中心に塗ります。そうしましたら同じく Look at my eyes の品番はテロップをご覧ください。こちらの色を使います。細めの筆で下まぶたの目尻に入れます。涙袋の中心に先ほど使ったマリブのアイシャドウをチップで塗ります。そうしましたらビューラーで軽くまつげを上げます。まつげの仕上げ方はお気に入りコスメでのメイクアップの動画と同じです。ビューラーで軽くまつげを上げてマスカラを塗ってホットビューラーでさらに上げます。マスカラはマジョリカマジョルカのものを使います。ビューラーとマスカラだとこのようなまつげの上がり具合です。今のうちにホットビューラーを温めておきます。こちらはパナソニックのものでドラッグストアで購入しました。マスカラをもう一度重ね塗りします。私は丸めっぽくしたいので特に黒目の上あたりを重ね塗りしています。ホットビューラーが温まったのでまつげを上げていきます。ホットビューラーをするとこのようになります。私はまつげにもう少しボリュームが欲しいのでダイソーミッシュブルーミンコラボの04番のつけまつげをつけます。あらかじめ自分の目の幅に合わせてカットしてあります。いつも通り D アップのノリをつけて待ちます。その間に下まつげを仕上げていきます。ノリが乾いたのでつけまつげをつけます。そうしましたらエチュードハウススーパースリムプルーフジェルペンシルライナーのチョコブラウンを使います。こちらで目尻と目頭にラインを引きます。アイメイクの仕上げに
リンメルショコラスイートアイズソフトマット002番のこちらの色で涙袋の影を描きます。続いて眉毛を描きます。チフレのアイブロウペンシル22番ブラウンを使います。こちらで眉尻側の毛がない部分を足す程度で軽く描いていきます。そうしましたらビセリシェのアイブロウパウダーの一番下の色で眉頭の方を描いていきます。そうしましたら眉マスカラをささっと塗ります。シェーディングとノーズシャドウはリングリップスのものを使います。ハイライトはセザンヌのパールグローハイライト01番を使います。こちらはすごくツヤツヤになるハイライトなので少し手の甲で調節してからのせます。チークはセザンヌナチュラルチークの04番を使います。最後にリップはオピュのウォーターライトティント CR02 番を使います。こちらを全体に塗って完成です。はい、髪型を直してきました。これで今日のメイクは完成です。楽しんでいただけたでしょうか。今回はアイシャドウブラシをうまく使えませんでしたが、今後も使ったことのないものにもどんどんチャレンジしてレベルアップしていきたいと思うので、どうぞ温かく見守っていてください。ご視聴ありがとうございました。また次の動画でお会いしましょう。おじこでした。じゃあねー。